ベッチ・ィ・ブラントはアメリカ合衆国の女優である。1973年、ミシガン州、ベーシティに生まれる。母親は教師で、父親は電気技師だった。地元の高校を卒業後、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校へ進学して演技を学び、ハーバード大学内のインスティチュート・フォー・アドバンスト・シアター・トレーニングとグラスゴーの演劇学校でさらに学んでいる。 その後、アメリカ国内の各都市の劇場で舞台へ出演して、キャリアをスタート、様々な演目へ出演して、経験を積んだ。1998年から短編映画などへも出演し、2001年にメンフィスバウンドニャグドで映画デビューを果たした。その後は主にテレビを中心に女優として活躍し、犯罪捜査官ネイビーファイルや CSI、 科学捜査班などの作品へ出演。2008年からレギュラーキャストとして出演したブライアン・クランストン主演のブレイキングバッドで一気に認知度が上がり、その後の活躍にもつながっている。同作品への出演では高い評価を受け、2014年に全米映画俳優組合賞アンサンブル賞を受賞した。現在は既婚であり、 夫のグレーディー・オルセンとの間には二人の子供がいる。ありがとうございます。